ただいまより平成26年9月定例会を開会いたします。本日の会議を開きます。この機会にあらかじめ会議時間を延長いたします。この際暫時休憩いたします。これより休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、議席の一部変更を行います。議員の所属会派の移動に伴い、会議規則第3条第3項の規定により、お手元に配布の議席変更一覧表のとおり、議席の一部を変更いたします。日程第二、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、竹下武君、坂上俊也君、および四方松尾君を指名いたします。日程第三、会期決定の件を議題としています。お分かりいたします。本定例会の会期は本日から12月15日までの82日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は82日間と決定いたしました。日程第4、閉会中の都市住宅常任委員会副委員長の辞任及び補欠選出の件を議題といたします。去る9月17日付をもって、堀口和弘君から都市住宅常任委員会副委員長の辞任願いが提出されましたので、委員会条例第10条第1項の規定により、同日議長においてこれを許可いたしました。その後任として、同条例第7条第2項の規定により、同月18日付をもって、議会運営委員会において、岩谷良平君を都市住宅常任委員会副委員長に選出することに決定いたしました。以上、同条例第10条第2項及び第7条第3項の規定により、合告いたします。この機会に新任の行政委員をご紹介いたします。去る6月11日付をもって、再び人事委員会委員に就任されました中川郁夫君をご紹介いたします。人事委員会委員中川郁夫君。ただいまご紹介いただきました中川郁夫でございます。去る5月定例本会議におきましてご同意を賜り、6月11日付をもちまして人事委員会委員に再任されました。どうぞよろしくお願い申し上げます。もとより微力ではございますが、誠心誠意その職責を全うしてまいる所存でございます。引き続き議員各位の皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。誠に簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。以上で紹介は終わりました。この際ご報告いたします。知事から平成25年9月定例会および平成26年2月定例会において採決いたしました請願の処理の経過及び結果の報告がありました。その報告書はお手元に配布しておきましたのでご了承願います。
ただいま議長の手元に清水義人候補か7人から決議案1件が提出されました。お分かりいたします。この際これを日程追加し順序を変更して直ちに議題とすることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって第1号決議案岡田健二議長に対する不信任決議を議題といたします。議案はお手元に配布しておきましたのでご了承願います。議案につきまして提出者の説明を求めます。清水義人君。公明党大阪府議会議員団の清水義人でございます。ただいま議題となっております岡沢健二議長に対する不信任決議案につきまして提出者を代表して提案理由をご説明いたします。岡沢議長は本年5月の府議会議長選出馬にあたり少数会派の意見にも耳を傾け公平公正な議会運営に努めると約束され各会派を回られました。議員一同はこの約束を受けて本会議において満場一致をもって岡沢議長を選出したところであります。ところが7月臨時会の議事運営におきまして岡沢議長は要件を備えた動議を無視し本会議で取り上げず不義事件について議決をしないまま臨時会を流会させるという議長としてあるまじき暴挙に出たのであります。そのため我々は8月臨時会の開会日8月15日の本会議におきまして岡沢議長に対し公平公正な議会運営が求められる議長の職責を自覚するよう問責決議を可決させ大阪府議会として警告を行ったところであります。それにもかかわらず岡沢議長は8月臨時会におきまして、その職責の重みを顧みることなく、府民の代表である議員の声を無視し、すべて第一会派の意向のみに忠実に従い、暫時休憩を繰り返すなど、またもや民主的、中立的とは到底言えない議事運営を行うという信じがたい暴挙に出たのであります。このことについて、公明、自民、民主、の3会派は議長に対し9月2日付文書でもって8月臨時会閉会日の本会議の運営に関する疑義をただしましたが9月17日付文書によってもたらされた議長の回答は自らの非を認めることなく誠意のかけらもない全く理解できないものでありました。8月臨時会における岡沢議長の犯した重大な過ちはまず委員会に付託された議案については会議規則の定めるところにより議長はその議案を本会議で議題に供し審議採決等を行うべきであることを議長自ら認めながらこれを意図的に怠っており会議規則第44条第3項および第75条に違反をしています。次に議長の報告に疑義がある場合会議規則により議員は異議申し立てすることができると定められ、事前に書面でもって異議申し立てと同様の動議を要件を整え提出されていた場合、本会議において諮る義務があることを議長自ら認めながら、これを意図的に怠っており、会議規則第126条に違反しています。そして最も残念なのは、要件を整えて提出された動議については、議長は取り上げなければならない義務があることを議長自身も認めながら、動議は認めませんと二度も発言し、これを無視して取り上げなかったことであります。これは伝統ある大阪府議会の歴史に残る汚点であると言わざるを得ません。これらの過ちは、いずれをとっても議長に としてあるまじき行為でありますが、岡沢議長は問責決議を受けても、
議人運営に対する姿勢を改めることなく、同様の行為を繰り返しており、もはや議長としての資質に欠けると言わざるを得ません。ひたすら第一会派の意向に忠実に従い、これだけの暴挙を繰り返した岡澤議長は、いわば確信犯であり、当然自らの進退についても、相当な覚悟の上で今定例会に臨んでいるものと想像しますが、いまだ出所進退を明らかにされていないのは、誠に理解に苦しむところであります。我々といたしましても、この歴史と伝統ある大阪府議会において、議長不信任決議を可決させることは、大変不名誉なことであり、残機に耐えませんが、もはや岡澤議員は、議長の職責を全うすることは不可能であり、議長不信任を決議しようとするものであります。議員閣議におかれましては、本議案につきまして、何とぞご賛同いただきますようお願い申し上げ、提案趣旨説明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。以上で提出者の説明は終わりました。議案に対する質疑は通告がありませんので、質疑なしと認めます。お分かりいたします。本案は会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、そのように決定いたします。これより討論に入ります。通告により、横倉康之君を指名いたします。横倉康之君。大阪維新の会、みんなの党、都構想推進大阪府議会議員団の横倉康之でございます。不信任決議案について、我が会派の意見を述べさせていただきます。本日、8月臨時会における議長の議事進行をめぐり、不信任決議案が提出されたことは、誠に遺憾であります。まず8月臨時議会はすべての議事を終え、自然閉会をいたしました。臨時会における岡澤議長の議事運営については、何ら瑕疵ある運営はありませんでした。混乱はいたしましたが、その中で規則、条例、申し合わせ、これらのルールにのっとり、議事の進行がなされたのであります。提出会派の皆さんは、自分たちの思うようにならなかったためか、議事について疑義ありと申し入れがありましたが、岡澤議長は誠意を持って、一つ一つ文章によって見解を示されたわけであります。その回答がご不満のようですが、そうであれば、まさに見解の相違であると言わざるを得ません。この見解の相違を数の力で押し通そうとする本不信任決議案に道理はありません。そもそも先の臨時議会において混乱を極めた原因は2つ。1つは一時不再議の原則の適用が歴然とする2つの議案を同時に提出するといういわば二股をかける姑息な手段を用いて提案を行ってきたことであります。また、今一つは本会議の議事進行を決定する議会運営委員会をボイコットされたことであります。申し上げるまでもありませんが、105人の全議員が出席する本会議を効率的かつ円滑に秩序を持って議事を進めるに、まず図るべき議題や進行順序を決めておく必要があるということは言うまでもありません。それを決める機関が議会運営委員会であり、特に閉会日には大事な役割を果たすことになります。野党会派は
議会運営委員会で議事進行を決められることに抵抗し、議事進行を決めずに本会議を開き、動議を連発し、秩序無視、混乱狙いの議事をしようと考えていたのです。このようなことから、臨時議会の運営について反省すべきは野党会派であり、この間、議長におかれては、ひとえに円滑で適正な議事進行に努力されてこられました。岡沢議長は何ら不信任を問われる理由はありません。堂々と議長として、府民のため、府政推進のため、府議会の運営に邁進していただきたいと思います。議長は就任後のご挨拶の中に、このような言葉がありました。大阪が変われば日本が変わる、そのような熱い思いで職責を全ういたしますと、岡沢議長におかれましては、引き続き議長としての職責を全うされんことを切に願い、提出された不信任決議案には、我が会派としては断固反対であることを表明し、討論といたします。ご清聴ありがとうございました。以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論は終結いたします。これより第1号決議案、岡沢健司議長に対する不信任決議を起立により採決いたします。法案につきまして、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。起立多数であります。よって第1号決議案、原案のとおり可決されました。日程第5、議案第1号から第62号まで及び、報告第1号から第10号まで、平成26年度大阪府一般会計補正予算第2号の件ほか76件を一括議題といたします。議案はお手元に配布していたしておきましたので、ご了承願います。議案につきまして、地位の説明を求めます。ご静粛にお願いをいたします。議案につきまして、知事の説明を求めます。併せて知事から、最近の不正に関する課題につきまして、発言の申し出がありますので、この際、これを許可いたします。知事、松井一郎君。本日、平成26年9月定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましてはご出席賜り、厚くお礼を申し上げます。私はこれまで2年半余り、大阪の再生を実現するために、大阪府、大阪市の連携をてこに、さまざまな改革に取り組んでまいりました。こうした改革の取り組みを土台といたしまして、成長と安心の良き循環を実現をし、大阪の成長、発展に取り組んでまいります。そのためには、これまでの府市の関係を抜本的に改革をする必要があります。その革新が新たな大都市制度の実現です。府市の広域機能を一元化をし、大阪市を特別区に再編する、特別区設置協定書が取りまとめられ、いよいよ議論の場が議会に移りました。今議会において、皆様と真摯に議論をさせていただきたいと考えております。また、府市トータルで行政サービスを最適化するための経営形態の見直しや、
累次重複する行政サービスの見直しは、府民に少しでも早く統合の効果を感じていただけるように、可能なものから取り組んでまいります。大阪湾諸港の物流機能強化に向けた第一ステップとして、府市による港湾統合、大阪の中小企業に対する技術支援機能の強化を図るための法人合併などについて、ご議論をいただきたいと考えております。これからの大阪の発展に向けては、広域自治体として目指すべき将来像は、日本の成長を牽引する東西二極の一極として、世界で存在感を発揮する都市になることです。今回、大阪の成長戦略を改定し、オール大阪で成長に向けた取り組みを強化してまいります。成長戦略の実効性の鍵は、規制を取り払い、民間が最大限に活動できる世界最高水準のビジネス環境を実現をすることです。そのため、早期に国家戦略特区の核となる区域会議の認定を獲得をし、医療イノベーションの創出をはじめとした事業をスタートをさせます。また、大阪への観光客、ビジネス客の滞在促進を図るため、外国人滞在施設経営事業を実施できるようにしてまいります。集客力の強化や高い経済波及効果が期待できる IR については、多くの事業者から大阪での事業展開に関心を寄せていただいております。IR 推進法案の成立を見据え、IR 実現に向けた準備を進めてまいります。さらに、リニア中央新幹線の全線同時開業、鉄道ネットワーク整備など、成長を支えるインフラ整備について、広域自治体として取り組んでまいります。府民生活の安全安心は、成長の基盤となる最も重要な視点です。すでに防潮堤液状化対策や密集市街地対策の取り組みを進めておりますが、南海トラフ巨大地震による津波対策等の強化をするために、新大阪府地震防災アクションプランのたたき台をお示しをしました。議会でのご議論を踏まえて、今年度末までにアクションプランを成案化し、しっかりと対策に取り組んでまいります。この夏は、全国各地で集中豪雨による被害が発生をいたしました。災害に遭われた方へ、改めてお見舞い申し上げます。大阪府においては、引き続き人命を守ることを最優先に、治水対策を推進するとともに、府域の降雨状況や被害の分析をさらに進め、今後の対策に生かしてまいります。また、必要な施設整備はもとより、府民の一人一人が災害のリスクを認識をし、自ら命を守る行動を取れるよう、地域単位のハザードマップの作成を支援するとともに、除砂災害防止法に基づき、区域指定を急ぐなど、災害対策に万全を期してまいります。人口減少への対応も喫緊の課題です。乳幼児医療非助成制度に関しては、府と市町村の役割整理を踏まえつつ、基礎自治体が医療非助成を含め、より充実した子育て支援施策が展開できるよう、今議会での議論を踏まえ、拡充する方向で取り組んでまいります。私の思い描く成長と安心の良き循環を実現するためには、普段の改革による自律的で創造性を発揮する行財政運営体制の確立が必要です。これまでの改革を継承、発展させつつ、時代環境の変化を見据え、行財政改革推進プランの素案を取りまとめました。直面する収支不足への対応はもとより、限られた財源、人材で最大限の効果を発揮するための事業、ストック、マンパワーの効果的な組み替えや、民間との連携をはじめとするネットワーク型の行政展開など、新たな視点を提示をしてまいります。引き続き、緩みなき改革に取り組んでまいります。それでは、今次定例会に提出をいたしました。第1号議案から第62号議案、第1号報告から第15号報告について、その概要を説明をいたします。第1号議案は、平成26年度、一般会計補正予算で、当初予算編成後において生じた情勢の変化に伴い、緊急に措置しなければならないものに対応するために、2億7314万2000円を増額補正するものです。
その主なものについて説明をいたします。まず国からの要請を踏まえ、本府においても本年2月から新労務単価を適用するとともに、賃金または物価の急激な変動に対処するために、インフレスライド条項等を運用するための経費として1億2889万4円を計上をいたしました。また再生可能エネルギー等導入促進基金事業費は、昨年11月に設置をした再生可能エネルギー等導入推進基金を活用し、災害等の非常時に地域の防災拠点となる施設等において太陽光パネルや蓄電池等の導入を促進するための経費として2601万円を計上をいたしました。病院施設設備整備費補助金は、国の平成25年度補正予算を活用し、有償診療所助産所に対してスプリンクラーや自動火災放置設備等の整備費を補助するために5490万円を計上をいたしました。旧健康科学センタービル改修等事業費は、府立公衆衛生研究所および大阪がん循環器病予防センターの移転にあたり、基本構想基本計画を策定するための経費として1626万円を計上をいたしました。大阪市立学校一元化関連事業費は、平成28年4月に私立特別支援学校を府へ一元化するためのシステムネットワークを府立学校向けに再構築するための経費として4707万4円を計上をいたしました。このほか緊急雇用創出基金事業費は、地域人づくり事業の実施状況を踏まえ、基金を有効に活用するために市町村事業費の一部を府事業費に振り替えるとともに、次年度の事業費を増額するため7億7312万円の債務負担行為を設定をいたしました。以上により、平成26年度一般会計補正後予算額は3兆718億5021万6千円となります。第2号議案から第17号議案は事件議決案で、地方自治法の規定に基づき議決をお願いするものです。第2号議案から第8号議案までは、津波高潮対策事業などについて工事請負契約を締結するものであり、予定価格が5億円以上となるものです。第9号議案から第11号議案は、工事請負契約変更の件であり、道路改良事業などにかかる契約金額を変更するものです。第12号議案は、大阪府同和厚生資金貸付制度の実施主体である府内市長に対して、府が貸付けた13億1371万5千円のうち、大阪市ほか12市1町が回収不能として、議会による議決や条例に基づく債権放棄等を行った債権のうち、府の貸付金相当額である2億8752万1765円を債権放棄するものです。第13号議案は、大阪市と共同して、大阪府立地方独立行政法人大阪産業技術研究所評価委員会を設置するための規約を定めるものです。第14号議案は、大阪市と共同して、大阪府市公安委員会および同事務局を設置するための規約を定めるものです。第15号議案は、大阪市と共同して、大阪府市公安委員審議会を設置するため、規約を定めるものです。第16号議案は、大阪府大阪市特別区設置協議会から送付を受けた特別区設置協定書について、総務大臣の意見を添えて承認を求めるものです。第17号議案は、地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所と地方独立行政法人大阪市立工業研究所との新設合併すること、および新設合併により設立する地方独立行政法人の定款を定めるものです。第18号議案から第60号議案は、条例案で新たに制定するもの4件、一部改正するもの39件です。その主なものについて説明をいたします。第18号議案は、大阪府国家戦略特区区域外国人滞在施設経営事業の
ように供する施設を使用させる期間を7日と定めるものです。第19号議案および第27号議案は、市民公益税制を導入するため、個人の不民税の税額控除の対象となる地方税法第37条の2第1項、第3号の寄付金を定めるもの、同寄付金を個人の不民税の税額控除の対象とするため、所要の改定をするものです。第20号議案は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等について、必要な事項を定めるものです。第21号議案は、大阪市と共同設置する大阪府市公安委員会について、必要な事項を定めるものです。第24号議案は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請手数料や再生医療等製品の製造及び販売業及び、販売業の許可申請等にかかる手数料を設定するなど、所要の改定をするものです。第31号議案は、行政手続きにおける特定個人の識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、大阪府個人情報保護審議会の担任する事務を追加するものです。第35号議案は、大阪府安心子ども基金の設置目的に、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部助成等を追加し、地域における子育て支援などを削除するものです。第44号議案は、地方独立行政法人大阪府立産業技術研究所と地方独立行政法人大阪市立工業研究所の新設合併により設立する地方独立行政法人について置かれる地方独立行政法人評価委員会の名称を大阪府市地方独立行政法人大阪産業技術研究所評価委員会とするものです。第47号議案は、大阪府中央卸売市場において、株式会社大阪府食品流通センターより、冷蔵施設を譲り受けて、市場施設とするために、使用料を設定するなど、所要の改定を行うものです。第51号議案は、大阪市と共同設置する大阪府地方公安審議会について、所要の改定を行うものです。第52号議案は、泉佐野丘陵緑地における公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合の使用料を設定するため、所要の改正を行うものです。第56号議案は、大阪府立枚方支援学校、大阪府立村野高等支援学校、および大阪府立西浦支援学校を設置するもの、大阪府立八尾支援学校東校を廃止するもの、並びに大阪市立特別支援学校の府への移管に伴い、所要の改正を行うものです。その他条例案については、事務の一部を市町村が処理するための所要の改正を行うもの、法律の改正等に伴い、規定の整備を行うものなどです。第61号議案及び62号議案は人事案件です。第61号議案は、監査委員磯部博氏の任期が平成26年9月30日に満了となりますので、その後任者として大西博文氏を選任いたしたく、地方自治法の規定に基づき同意をお願いするものです。第62号議案は、公安委員会委員栗原博文氏の任期が平成26年10月の20日に満了となりますので、その後任者として大山隆氏を任命いたしたく、警察法の規定により同意をお願いするものです。第1号報告から第7号報告は、地方自治法第180条第1項の規定により、議会から委任いただいている事項について、専決処分にしましたので、同条第2項の規定により報告をするものです。その他は法律や条例の規定により、法人の経営状態などを報告するものです。ご審議賜りますように、よろしくお願いをいたします。以上で知事の説明を終わりました。
伏見隆君。ただいま議題となっております日程第5の諸議案のうち第61号議案は委員会の付託を省略し審議されますよう動議を提出いたします。ただいまの伏見隆君の動議のとおり決定することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって第61号議案は委員会の付託を省略し審議することに決定いたしました。議案に対する質疑は通告がありませんので質疑なしと認めます。討論は通告がありませんので討論なしと認めます。これより第61号議案を採決いたします。お諮りいたします。本案はこれに同意することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって第61号議案はこれに同意することに決定いたしました。議長の手元に清水義人君ほか7人から第2号議案工事請負契約締結の件津波高潮対策事業の即決を求める動議は提出されました。本動議は所定の賛成者がありますので動議は成立いたしました。よって本動議を議題とし採決いたします。動議の文書はお手元に配布しておきましたのでご了承願います。この採決は規律による行います。本動議のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。起立多数であります。よって第二号議案の即決を求める動議は可決されました。これにより第二号議案を採決いたします。お分かりいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって第二号議案は原案のとおり可決されました。日程第6議員提出第1号議案大阪府議会議員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例一部改正の件を議題といたします。議案はお手元に配布しておきましたのでご了承願います。お諮りいたします。本件は会議規則第37条第3項の規定により提出者の説明を省略することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めそのように決定いたします。議案に対する質疑は通告がありませんので質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略することにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決定いたします。討論は通告がありませんので、討論なしと認めます。これより、議員提出第1号議案、大阪府議会議員の定数及び選挙区並びに、各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例一部改正の件を採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議員提出第1号議案は原案のとおり可決されました。日程第7、議員提出第2号議案、大阪府議会会議規則一部改正の件を議題といたします。議案はお手元に配布しておきましたので、ご了承願います。議案につきまして提出者の説明を求めます。花屋光吉君。自由民主党大阪府議会議員団の花屋光吉でございます。
ただいま議題となっております大阪府議会会議規則一部改正の件につきまして、提出者を代表して提案理由をご説明いたします。議員派遣や議会以外の者が設置する機関の委員等として議員を推薦する際は、議会の意思を反映させるため、これまで慣例により会派比率による割り当てを行ってきたところであります。大阪府大阪市特別区設置協議会についても会派比率により議員を推薦してきたところでありますが、平成26年6月に協議会会長が府議会から推薦した議員の一部について一方的に規約違反と断定し、協議会における検証も行われないまま、府議会議長宛てに府議会からの推薦の再検討が要請される事態に至りました。議会運営委員会において会派比率により公明自民および民主に割り当てられていた委員の枠をすべて維新に振り返るということが強行されましたが、議会の意思を反映させるには会派比率が最も適切であり、仮にそれを変更するなら少数会派の意見も反映される本会議での決定が必要であります。今後二度とこのような暴挙が行われないよう、一般規定として議員派遣や議会以外の者が設置する機関の委員等として議会が推薦するときも会派比率により選定することを明確に規定するため、大阪府議会会議規則の一部改正を行うものです。府議会各会派におかれましては、本議案につきまして何とぞご賛同いただきますようお願い申し上げ、提案趣旨説明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございます。以上で提出者の説明は終わりました。議長の手元に清水義人君ほか7人から議員提出第2号議案大阪府議会会議規則一部改正の件の即決を求める動議は提出されました。本動議は所定の賛成者がありますので動議は成立いたしました。よって本動議を議題とし採決をいたします。動議の文書はお手元に配布しておきましたのでご了承願います。この採決は規律により行います。本動議のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。起立多数であります。よって議員提出第2号議案の即決を求める動議は可決されました。これより議員提出第2号議案大阪府議会会議規則一部改正の件を起立により採決をいたします。本案につきまして原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。起立多数であります。よって議員提出第2号議案は原案のとおり可決されました。日程第8議員提出第3号議案大阪戦略調整会議の設置に関する条例制定の件を議題といたします。議案はお手元に配布しておきましたのでご了承願います。議案につきまして提出者の説明を求めます。花屋光義君。自由民主党大阪府議会議員団の花屋光義でございます。ただいま議題となりました議員提出第3号議案大阪戦略調整会議の設置に関する条例
制定の件につきまして、提出者を代表して、その提案趣旨を説明いたします。大阪府域における広域行政を一元化し、いわゆる二重行政を解消すべきことについて、我が会派はこれまで一貫して主張してきたところであり、知事とも思いを共有しているものと思っております。しかしながら、これをどのようにして実現するか、その手法については、知事とは思いを異にしております。我が会派は、指定都市である大阪市、堺市を解体しなくても、府と大阪市、堺市が執行機関のみならず、議会の代表も参画して協議する場を設置し、議論を重ねることで実現できるものと考えております。我々はこのような考えのもと、これを選挙公約として掲げるとともに、平成24年2月定例会には、大阪広域戦略協議会を設置する条例案を提出したところでもあります。こうした中、今年の通常国会において、地方自治法が改正され、指定都市都道府県調整会議の設置規定が設けられ、かつこれが必至となるところですが、これは都道府県と指定都市との間に生じる課題についての解決手法の一つを提示しているものと考えます。我々はこうした法改正の趣旨にものっとり、大阪府における広域行政課題について、府と大阪市、堺市が政策的に協調し、一体的な取り組みを進めるとともに、いわゆる二重行政を解消するため、協議の場を設けることが不可欠であると考え、大阪戦略調整会議を設置するための条例案を提案するものであります。なお、この条例案は、大阪市会、堺市議会の自民党議員団とも協調して準備を進めており、各議会においても提出を予定しているものでございます。大阪戦略調整会議での議論を通じ、大阪経済を牽引することができればとも考えており、議員閣議におかれては、何とぞご賛同くださるようお願い申し上げ、提案趣旨説明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。以上で提出者の説明は終わりました。日程第9、第2号決議案、大阪市の区域における特別区設置協定書案の無効を宣言するとともに、正常な大阪府大阪市特別区設置協議会の速やかな開催を求める決議を議題といたします。議案はお手元に配布しておきましたので、ご了承を願います。議案につきまして、提出者の説明を求めます。清水義人君。公明党大阪府議会議員団の清水義人でございます。ただいま議題となっております、大阪市の区域における特別区設置協定書案の無効を宣言するとともに、正常な大阪府大阪市特別区設置協議会の速やかな開催を求める決議につきまして、提出者を代表して提案理由をご説明いたします。大阪府大阪市特別区設置協議会につきましては、本府議会および大阪市会における議決を経て、平成25年2月に設置され、協議会規約に定める委員の府議会議員の推薦にあたっては、議会の意思を反映させるため、全会派が一致して、会派比率による割り当てを行ってきたところであります。その後、各委員は協議会における協議スケジュールに沿って、約1年間にわたり真摯な議論に参画していたところでありますけれども、平成26年1月を最後に協議会が開催されなくなり、同年6月には、橋本市長の意向を受けた協議会の浅田会長が、特定の会派を一方的に規約違反と断定し、自分たちの意に沿わない委員を
協議会から締め出しました。協議会は7月3日に知事、市長と維新の府会議員、府議会議員だけという規約に定められた委員構成を欠く異常な状態で再開され、わずか4回の協議を経て、7月23日に特別区設置協定書案の採決がなされました。特別区設置協定書は大阪市を廃止し、大阪市の議員が誰一人参加していない、まあ、この区域に特別区を設置するという内容にもかかわらず、大阪市の議員が誰一人参加していないのは、明らかに規約違反であると言わざるを得ません。この状況には、特別区設置協定書案に対して意見を述べる立場にある新藤当時総務大臣も、正常な状態ではないとの認識を示されており、そのような法定協議会で採択された協定書案なるものに正当性など全くありません。よって、委員構成が規約に適合していない協議会が作成した特別区設置協定書案の無効を宣言するとともに、協議会に対し、会派比率により各議会から推薦された議員によって構成される協議会を速やかに開催し、特別区設置協定書案についての協議を行うことを求める決議を提案するものであります。府議会各会派におかれましては、本決議案につきまして、何とぞご賛同いただきますようお願い申し上げ、提案趣旨説明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。以上で提出者の説明は終わりました。議長の手元に清水義人君ほか7人から第2号決議案大阪市の区域における特別区設置協定書案の無効を宣言するとともに、正常な大阪府大阪市特別区設置協議会の速やかな開催を求める決議の即決を求める動議が提出されました。本動議は所定の賛成者がありますので、動議は成立をいたします。よって本動議を議題とし、採決いたします。動議の文書はお手元に配布しておきましたので、ご了承を願います。この採決は規律により行います。本動議のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。起立多数であります。よって第2号決議案の即決を求める動議は可決されました。これより第2号決議案、大阪市の区域における特別区設置協定書案の無効を宣言するとともに、正常な大阪府大阪市特別区設置協議会の速やかな開催を求める決議を起立により採決いたします。本案につきまして、原案のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。起立多数であります。よって第二号決議案は、原案のとおり可決されました。お諮りいたします。本日はこれをもって散会し、9月30日、午後1時より会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決定いたします。9月30日の議事日程は当日配布しますので、ご了承願います。本日はこれをもって散会いたします。